初登場は C ランク、防御率6点台と苦しんだ。初の開幕ローテを逃したが、5年ぶりの完封勝利を記録。初の S ランクは特殊能力に超大ピンチ20丸。対オリックス戦は3勝0敗、防御率も 1.89。 シーズン途中からリリーフへ転向、21試合で自責点1、抜群の安定感、自己最多の40登板、シーズン予死球はわずか6、7回の男として活躍し、チーム13年ぶりの2位に貢献。シーズン中盤に怪我で離脱も好成績、特殊能力に超コントロール20丸と大ピンチ。カットボールが A に強化され、特殊能力は超キレ20丸。今シーズンも1軍での活躍が早く見たい。